こんにちは。また大谷さんがやってくれました。 なぜかこの動画の撮影日にはホームランを打ってくれるから必ずな、はい、取り上げてほしいと。いやそういうわけではない、そういうわけではない、もう勝手に出ちゃうというところですよね。はい、今日のホワイトソックス戦、1番 DH なんてホワイトソックス戦、はい、今日のホワイトソックス戦、はい、1番指名打者で出場して、はい、先頭打者ホームラン25号出ました。フルカウントからな、はい、外のカットボールかな、まあ、スライダーかカットやったと思うけど、はい、まあ、見事やな。もう何にも考えてないね。もいやだから待ち球とかさ、そういうの何が来るとか、はい、もう不動心だな。それで何でもいらっしゃいみたいな。で体が反応してってことなの。もうそれで打ってるっていう感じ。なんでこんなに打てるんですか。だから2試合連続先頭打者ホームラン、はい、前日はカーブだったと思うけど、うん、あの意表をついたカーブも打つんだと思って、だから本当に何も考えてない、うん、もうね心が動かないんだよ。何でも来いって、はい、だからここに来たら振るよって感じだから、うん、いやすごいですね。いやすごいよ。やっぱ普通相手ピッチャーで1番だからどういう球種をこのピッチャー投げてくるかなとかで、うん、普通待ってて、ね、その第一打席って先頭バッターってそんなホームランいきなりカポン打つってなかなか、なかなか、まあまあだから調子がいいんだろうな。そういうことか、うん、あれ前日でしたっけ、一塁ちょっと踏み忘れて、お茶目だな。そう、あのギリギリあれ入るかな入らないかなみたいな見てたら、ギリギリでもないよ、入った入ってるよ、まあ、もう完全に、まあ、十分な飛距離でしょ。すごいですね。これで10戦で8発ということで、10戦で8発、はい、でビーチターで、2試合連続の先頭打者ホームランというのは、はい、うん、ドジャース史上、はい、初めてのことなんでしょ。すごいですね、記録も作っちゃった、うん、まあ、記録的にはあの69年ぶりの記録というね、はい、さらにその6、いやだけどさ、うん、ドジャースの、あの歴史とか、うん、いろんなこと考えてたらビジターで2試合連続先頭打者ホームラン打った人がいなかったんだね。不思議ですよね、逆に、まあ、不思議というか、まあ、大体ホームランバッターを置かないけども一番にはね、うん、でもベッツとか打ってたらなんか可能性があったと思うんだけどな。そうですね。さらに球団で69年ぶりといえば、これ、は、9試合で今まで連続打点というのは1955年のロイ・キャンパネラ以来で、球団ではこれ69年ぶりだったんですけれども、この25号で10試合連続に到達したので球団のさらに新記録を作ったと。すごいよな。いやだから10試合ぐらいドジャースで歴史があって、うん、ないんだと思って、不思議ですよね。いや逆に不思議だったけど、はい、でも大谷が軽く抜いてるというさ、そうなんです、何事もなかったように、はい、ねえまあホームランを打てるっていうのは大きいけどもね。まあそうですね、うん、だけどね、ノーアウトランナー1、2塁、はい、スッ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 見逃してフォアボールって、うんうん、でノーアウト満塁になっちゃうんだ。そうで、何を投げればいいんですかね、アイドピッチャー。いや手出さないしな、最近ボール球に、うん、だからもうお手上げ状態だよ。そうですよね。ほんでランナー出したらさ、うん、ツーベースで帰ってきちゃうし、一塁から一気に早いし、早いな、あの背でがっしりしてて早いんですね。ストライドが長い、あ一歩がね、あもう長すぎるすぎる、羨ましすぎる。ユナガさんやっぱ一歩と違う。もう俺らの漫画だったからな、テケ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 って、もう大谷はさっ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 ていつの間に到達ですよね。そうだな。で、あの今日のこの25号に、地元の放送局の記者がですね、はい、実況の、はい、マーベラスな一打だ、翔平大谷がまたやった、開いた口が塞がらない、畏敬の念を抱かせる、うん、それも毎晩毎晩だと絶叫ということで、マーベラスってなんだ。もう素晴らしい、もう特上級ですよ、ま、もうマーベラス、オーマイガーみたいな感じです。ああそうなん、はい、素晴らしいのも最上級ですね、もうミラクルみたいな感じです。見事マーベラスまあそうだろうな、はい、まあ相手の敵地の放送局が言うわけだからな、うん、いやそうですよね。いや本当毎晩だもんな、毎晩毎晩です。だね、豊さんもおっしゃってたように、あの再現性が素晴らしい、うん、なんでこれって23号だったっけ、これ24号だったっけとか分かんなくなってきますよね。もういやもう打ち方見てるね、はい、まあ、大体さあこれ何号の打ち方だなとか、うん、いろいろこうなんかこう
ずっと見ていってると分かるもんなんだけども、はいはい、これ何号だったんだっけって球種しか分からないいやだから打ち方見てても何号か分からない全く一緒だもん崩れないですね体勢崩れないね強いですねあと200号まで4つと迫りました4号なはい、まあ、4本だけど、まあ、あっという間に行くよもうそんなの通過点どころじゃないよですよね風のごとく何事もなかったのように、うん、もう過ぎていくよで二刀流で200号ですもんねリハビリ中だよそれだリハビリ中この200号っていうのはすごいですかいやすごいでしょ早いでしょペースが早いってことですかいや早いと思うよやっぱ日本人でそのペースで行った人ってもちろんいやいないよですよねだってもう松井秀喜さんを超えてるんだからそうですよね、うん、あのホームランバッターだって言われてて、はいでまあ、メジャー行ってね、うん、あのいや松井のパワーにしても中距離行ったでしょみたいなことを言われながら、うんはい、でもまあホームランをね重ねて170何本かなんか打って、うんはい、でもそれ大谷お前二刀流でちょっと超えてったんだからもうなあれみたいな、まあ、そもそも生涯で200号打つっていうのは大変ですかやっぱメジャーで大変だと思うよあメジャーでか、うんだけど飛んだ飛距離が違うまあそうか他の人たちとは多分地球一周しちゃうよ多分全部つなげていったらそこまで打たんかいや生涯打つかもしれないですよね、まあ、分かんないよなそうですよねいやでも飛距離もさることながら、はい、やっぱあれだけ崩されないっていうのがすごいよあの去年とまた今年っていや崩されないっていうのがすごいのか、うん崩さないっていう向こうのピッチャーが逆にすごいのかどっちなんですかいやだから勝負いってるっていうことだからさ、はいまあ、ある程度はね、うん、だから崩そうなんていうことはあんま考えてないのかもなあそういうことかいやあやったるみたいなだ去年はエンゼルスの時にもう、ね、警戒するバッターは大谷選手だけだったから敬遠とかもあったじゃないですかでも今年はやっぱり他にも打者がいるっていう中での真っ向勝負っていうのがやっぱりこの真っ向勝負はしてないんだけどね逃げまくってるんだけどさあのタイトルの捕まってる恐ろしいでもこれどんどん、まあ、10月と9月10月になって厳しい試合が続いてくるとこれはどうなんですかマークっていうのはいやそれは厳しくはなるけど、うん、多分ドジャースがダントツで抜けると思うよ、うん、地区を、まあ、そうなってくるともうここに相手しないよまあそうか、うんうん、そしたらワイルドカード狙ったりだとかしてくるから、うんうんうん、まあ確かにドジャースは負けたくないけども、はい、だけどやっぱこう他を集めに行くよねあ他大体勝つもんドジャースがそうですねそうですよね強いよなっつったって強いですね、うん、その去年の大谷選手とまた今年の大谷選手でそのなんか進化ってやっぱいやそれはもう体力的にあの楽だもんピッチャーってねお前あれだけのスタミナ持っててよ、うん、あれだけの練習誇ってて DH でお前打つだけだよ、はい楽勝以上だそうですね、守備ついて守備はついてね、投げなくていいそうかもうそれだけでもやっぱもう温存してるから体力をそうですよねだから大丈夫ですだからだいやいやそうか、で今一番じゃないですかで、リハビリ中なんだからだからちょっと音は落とすでしょそうですよねリハビリしてんのかな、本当にって思っちゃうぐらいのね感じですけどねいや、それは体力的にはすごく楽だし精神的にも楽だよ、うん、まあ、ただし、その移籍して DH というポジションで打たなきゃいけないというプレッシャーは最初はあったと思うけども、うんうん、やっぱもうリズムに乗っちゃった、波に乗っちゃったのもうそうですね、止められない波の両端になるの波の両輪みたいな感じですよねふわ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 言っちゃってますもんね言ってるこれまたさらにここに来て1番っていうのも何かそのホームラン量産だったりいいペースになってる要因の一つとかってあるんですか1番いやまあ打順はあんま関係ないけどさ、うんまあ、自由にどの打順でも打つわけだから、うん、だけどもう、まあ、とにかく数回ってくるっていうのがありがたいよねそうですよねそれで大谷を一番に使えるっていう、うん、ドジャースの贅沢さ揃ってますもう贅沢もいいとこだよそうですよねだってお前飯食いに行ったらメインディッシュから出てくるんだよ永遠とね永遠といやいや最初から重くないみたいな、ね、そんな感じじゃんいやいや、いやこれだよこれ言ってくださいよみたいな最初からステーキとか、ね、これ食えねえよみたいな最初からサーロインとか来ちゃうんですもんねそうそうそう、まあ、脂きっときたらなそうそうそうもう超重いやつが来るんだから
嫌ですよね。いやそれは嫌だよ。いやどうですか、相手バッテリーとして1番に大谷が座ってるってことはやっぱり嫌ですよね。座っても勝てるというドジャースが嫌だよね。まずはチームが、チームが、あそういうことか。それだけ余裕があるっていうことだからさ。そうですよね。それは余裕がなかったらクリーンアップとか、うん、ね、なんとか大谷の前に出てみたいな、はい、いやいや出なくたって一人で1点取ってくるからって そ, うなんです、ね、そんな感じだもん。やってられるかよお前。本当です、一人で打点かけ稼ぎまくってますもん。 10試合連続打点。そうです、それ自分で取ってくるんだ。そう、自分ね、10戦8発でしょ。それだけでもまあ8打点あるわけだから単純に考えたらよ。いや異常な数字ですね。すごいな。いやすごいよ、うん、だからまあね、今現時点で25本、はい、まあ、50本ぐらいいきそうな感じするな。そうですね。これナ・リーグの、あの2番手につけてるホームランバッターとこれでもう4本差つけたっていうのも出てたので、うん、ちょっと街道増しでも分からんぞこのホームランはね。あ、1試合に4本可能性もあるから。あ、そうか。だからこれは分からないけども、うん、まあまあそれは大谷がこのペースで打っていくと相手も諦めるわな、うん、もうちょっとね見えなくなって周回遅れ、まあ、そうだね、うん、だからスランプっていうスランプっていうのはちょっと春先にあったけど、そうそうそうです、もうそれしか感じないもんね。そうなん、もう劇だもんな今、はあ、あの春先が何だったんだろうと思うぐらいな。いや、やっぱプレッシャーあったんだよなんかしら。あ、まあ、どうしよう、まあ、それと いろいろあったしな。あ、そうか、通訳の問題とかもあったし、うん、まあ、そういうことでちょっと乱れたところはあったけど、うん、全くだな。へのかっぱでしたね。なんて言ったもんか、へのかっぱ。何それ、え、今出して。いや、そんな下品な言葉使わない。いやいやいや、これことわざであるじゃないですか。そうそうそう、物ともしないみたいなね。まあまあ、すごいですね。いやいや、本当に、うん、なんていうかな、野球選手でこれだけやっぱ気持ちがしっかりしてて、はい、打席に入っても微動だりしないで、うん、打ててるっていうのは、はい、やっぱ大谷ってすごいな、うん、規格外ですね。今日はちょっと目が腫れぼったかったんだよね。大谷選手ですか。ちょっと寝不足かなと思ってたんだけど俺は。あ、なんか塩気の強いもの食べたとかそういうわけでもない。まあ俺だなそれは。いやだけど、うん、でもまあ、ね、もう本当にあのすごいな、もう毎日ベストの状態で来てると思うよ。そうですよね。だからそれをできるっていうのがすごいよな。そうでしょう。だってね、結婚されても自分のリズムが崩れることもなく、さらに去年よりもいい状態に持ってってるわけですから。すごいよな。はい、うん。まあでも内情の功もあるんだよ。もちろんあると思います。あとすごくね、プライベートというかその心理的メンタル的にもね、奥様がとデコピンがいるっていうのはね。だから奥さんがほんわかしてそうだもんな。ね、そうなんですよ。それがまたいいし、いいで、そこにデコピンが来るとなんかね、今日の試合のことも一回リセットしてみたいな、できそう。デコピンは世界一幸せな犬かもな。そうでしょ。だってデコピンのなんかボブルヘッド、なんかね、大谷選手がここにいてデコピンがいてボブルヘッドの人形もできましたしね。ああ、そう。はい、あ。世界一幸せな犬。デコピン、いや分からんけどさ、うんうん、まあ、他にも幸せはそれだけじゃないんけどね、はい、まあ、それだけじゃない、まあ、森王子のところにいる犬よりは幸せだ。ひどい、ひどい。いや、うちも幸せでしたよ絶対に。そう、そうですよ。そうかな。そうですよ。いや、でもね、ここからまた快進撃続いていくので、まあまあそうだな、はい、まあ、もう本当にどんどん打ってほしいな。だからもう打つたびにもう速攻で取ろうかなって思ってるぐらい。そうですよ。もう準備構えてんだけど、また打ったってこれ毎日取らないかんくなるなと思って。そうです、速攻じゃなくなるなって。もうそうですよ、ね、毎日新聞になっちゃうよね、まあ、あ、そういう意味でね。そうそうそう、今日冴えてますね。そう、はい、いつもはどうなんだよ。いつももうちょっとなんかぼーっとしてる、ぼーっとしてるかなと思ったら今日は最初ですね。あ、そう、はい、まあ、このぐらいで切っておくか。そうですね、はい。